やっぱりさ YouTube 見てても、うん、ボディーターンが多いから、うん、手打ちをやめるみたいなのが多いからさ、うん、やっぱりこうワンナップ寝てる手打っちゃダメだなと思って <laughs> <laughs> なんか冒頭からなんかなるほどなるほどなるほど手打ちに対して俺反対意見う,ん、う,そう来てる最近その頻度が増してる <laughs> <laughs> 平井博明のワンナップゴルフ」登録をやらら、ないから俺一番 いいなと思うんだけど、そ,その、どういうイメージなの手打ちって。どういうか動きっていうか、形っていうか。手打ちっていうか、手で打つんでしょそうそうそう。手で打つでそうそう。ん <laughs> 形ではどういう感じ形でもこう。手で打手だけで打つ,つから。<laughs> 手。<laughs> なるほど、なるほど。俺の頭の中で、点と点が今結んだ。うん、あ、やっと。そう。今、あの、トール君が、こうでしょって言ったのは、こういう風に打つのは良くないでしょって。 それはもうごもっとも。ごもっともなんです。じゃあ、言葉変えれば、それは手首打ちですね。あ、そっか。そう。そうだね。そう。俺が言ってんのは手打ち。俺が言ってんのは手首。そう、手首打ち。そうだね。いや、イメージ、うん。手打ちって言うと、もうその、確かに、こうね。うんうんうん。それはじゃあ、発信する嫌いが悪い。ちょっと変えていい腕打ちです。そういうことね。正解は。あ、そっか。うん。 手って、うん、ハンドだけじゃなくて、この指10本だけじゃなくて。うん、そう、アームも入ってる。肩から肩から、肩から指先まで。それの手打ちってね。手打ち。腕打ちだ。腕打ち。そう。腕打ちを、まあ、ゴルフ界では、手打ちっていう。あ、そういうことっていう、そう。そうそうそう。確かに、ゴルフやらない人が、例えばこの動画を見たら、そうだよね。手打ちって言われたらこうやってやるよね。 そう。うん。それは発信者が良くない。<laughs> そう。腕打ちです。これ、要は、もうまさにこう、椅子に座った状態で、打てるかどうか。これがね、腕打ちなんです。で、その腕打ちをやってもらいたい。ちょっとつなげていい、どんどん。腕打ちをやって、レッスンに来られた方で、レッスン来なくても動画とかで送ってくれた方に、もっと腕を振ってくれと。手を振って、クラブを動かしてくれと。言ったときに、 体の回転は、いつもと同じ回転のスピードと回転量で、腕ばっかり加速をさして、スピードを増して打ったら、体の回転よりも腕のスピードが勝つでしょうん、うん、そうすると、チーピン来るっていう人がいるの。それはチーピン来ます。来るんだそう。体より速いんだから。<ー>そう。 体の回転と腕が同調して上だけでバンって触れなかったらボールっていうのはまっすぐ飛んでいかない。そう、むしろ腕が体の回転より勝ったら左肘が引けるのね。そう、そうすると、まあ、スライスも出るし、球も上がらない。飛距離が出ない。で、左に引っ掛ける。っていうのが出る。うん。だから、その、 腕打ち、腕打ち、要は手打ちが良くないって言われてるんだけど、良くなくなくて、<laughs> あの、物は良くて、使い方が間違ってなければ、相当良い,いものになる。だよね。ワンナップゴルフが言ってることっていうのは、練習場で満足する球なんて一発も別にいらないよっていうのはずっと気持ち的には言ってるの。コースで行って、その、 まんま、練習場のまんまのショットが打てなかったら何の意味もないですよってことを言ってるんだよね。で、コース行った時に再現性の高いのが何って言ったらもう自分の目で見られて動きがわかる腕2本がメインになってないといいショットは打てない。だからこう手打ち手打ちって言うんだよね。そこが動いてないと話にならないっていう。うん、そう、だからそうなんだよね。手首打ち、要はこうやって打っちゃうのが良くないっていう。 人、うん。いるの、やっぱりいる。いる<ー>それは、じゃあ細かく言い方分けて、平井はじゃあ腕打ちできます。うん、腕打ちの中にこねくり回すのが平井は入ってるから。あ、そうなんそう、腕を動かしてパンってこうやってこねるから。<ー>そう。だそれがね、前の動画でもやったように、その、恋にやってあげると、自分でその動きをいじれるから、ミスショットにならないんだよね。球を強く初速を上げたいっていう時に、うん 手首をこねるのね、平井は。そう。それでたまに勢いを変えるの。だそれはね、あの、全然やる。こねるのだけやってるとダメだけど。そう。体が、ボールを向いたままこねたら左行く。ああ、そう。そう。そう、ね、そう。で、スイングで平井は肩を回せって言うじゃない、うん、そう。回してあげれば、そんなことにはならない。で、これね、スイングプレーン、スイングアークに関係してくるのね。ちょっと話はずれるんだけど、手打ちと。スイングアークの話ちょっとしていい スイングアークをすごい勘違いされてる方がいて、人のスイングアークって、もうじゃあ、平井のスイングアークはこうですって言ったら、もうこの、これは変わらないの。で、ドライバーになったら、こうなるじゃんとか、クラブが長くなるからね。で、ショートンになったらこうなるじゃんって、それ変わらないの。これが、こうなってこうなるだけだから。そう。要は、ドライバーになれば、この円が、長くなるから、こうやって斜めになるじゃない。はいはいはい。そう。だから、こういう、 円を描くようなイメージになって、ショートアイアンは縦振りになるじゃん、これが。でも上から見ると曲線ってわかんないじゃん。そう。だから、こういう、こういう円になるんでね。そう。これが長くなれば、こうやってなって横振りになってくるっていう。そう。で、これドローフェードもそうなのよ。このカーブの度合いは変わらなくて、例えば、フェード、ドロー。センターが、ね、テーピングしてればよかったな。ここがセンターで、 で、こうやってやってるじゃない、うん、したら、このセンターが右にずれるか、左にずれるかだから、<ー>そう、このカーブ度合いっていうのは変わらないのよ。で、これが、こ,こ短くなった、長くなったクラブが。うん、そう、だから、この感じっていうのは変わらないんだよね。<ー>そう、だから、よくインサイドインとか、言ってる人いるのね。インサイドインに触れますかって。うん、絶対触れないんだけど、うん、うん、無理です。 インサイドから入ったらアウトサイドにしか触れないから。<laughs> そんな遠心力に勝てる人はヘッドスピード2ぐらいの人だから。<laughs> いや、無理でしょって。どう考えても。<laughs> それこそ手首打ちです。インサイドインにできるのは。<laughs> こうやってるしかないから。<laughs> そう。綺麗に体も腕も使えてインサイドインに触れるんだったらヘッドスピードがめちゃくちゃ遅い人だから。 いや、俺無理だと思うけどね。その辺は勘違いで終わらせてほしい。うん、膨らまさないで。うん。そう、だから、その軌道が綺麗にまっすぐになってたら、それはまっすぐの球が出やすくて、それがこのままこうやってずれるか、こう左にずれるか右にずれるか。で、そう、球筋が多少変わりますよっていう。だからそのカーブを描く扇状の線っていうのは変わりませんよっていう。 そう、縦になるか、斜めになるかっていう。へえ、そういうもんなんだ。ちょっと、思い描いてたとの違うなっていうのがあれば、モヤモヤが取れたりする時もあるもんだね。うんうん、そうすると動きがスムーズになったりするから。うん、そもそもそれって結果論でしょそう、結果論。<laughs> そういう風なアークにしようって思ってないよね。ドローフェード打つ時は、多少なりとも意、意識は入れる角度を変えるから、こう、こっちになったりとか、うん、うん、やるけども、結果論で問題ない。<laughs> 全然そういうのは、アウトサイドインだろうが、インサイドアウトだろうが、自分が打つべくしたボールの球が出てれば、ね、問題ない。どうなってようが。復習すると、打ちたい球があるってことは、入れたい入社があって、うん、そういう風に入れようと思った時にどう動いたか、後から見たらそういうアークになってた。そうそうそう、それだけ。そう,、ね、そう結果論です。ってことは、やっぱアークって言葉を知っちゃうとさ、 るやる。<laughs> そう、いじるんです。知ら,いいね、知らない方がいい。知らない方がいい。気にしない方がいい、ね。うん。で、それで、俺ね、ある動画を見て、YouTube で、スイング変えようと思って、今、スイング大改造してんのね。うそ,ーそう。で、ヘッドスピードと飛距離が伸びたの。改造して改造して。してえぇ、ー、うん。その動画は、今、ワンナップゴルフで撮ってるから言えないんだけど、動画をね、見て、同じ動画を3回ぐらい見たのかな。それで、 スイム改造したの。うん、で、昨日の夜も300回素振りしたの、駐車場で。うん、あの、ドライバット。ヘッドスピード、初速、飛距離が上がった。え、YouTube の動画でそう。平井くんが見るな動画あるのワンナップゴルフ普通の見たの。<laughs> いや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 。これ、ね、こう、振りみたいでしょこれ、これマジな話だから。嘘でしょほん<当>自分で自分の動画見たのうん。嘘でしょ いやこれは冗談抜きでマジな話。<え>何をやったか。うん、バックスイング回すなっつってるじゃない言ってる回してたの。<laughs> <laughs> 自分でも言ってるから浅くしてるつもりなんだけど、自分のスイングって YouTube 撮るようになってあんまり見なくなったの。その動画としては見るけど、自分のスイングチェックとして見なかったの。なるほどね、で、ふとね、ちょっと時間が5分ぐらいできたから、 自分の動画を見てみようと思って、スイングをね、動画じゃなくて、スイングチェックを目的として見たら、深くないって、バックスイング。そう、そうなの。そう、これは、ネタでも何でもない。めっちゃ面白い、そんな。面白いでしょ面白い。バックスイング回すなっていう動画と、ドライバーの正しい練習方法、間違った練習してませんかっていう動画と、見て、その動画をね、3回ずつ見て、計6回見たわけ。 知ったら、ドライバーのイメージが変わって、で、素振りしてたら、まあ、動きが気持ちいいの。<え>そう。で、やったこと、ごめんね、やったことは、バックスイングを浅くした、バックスイングを、ビュン、音で言うね、ビュンって回してたのを、ふわーにしたの。で、右上にバックスイングを取るようにしたの。今までは、一旦右に行って、左に折り返したバックスイングだったの。 こうやって。それを、右上に行くにつれて、少しふわっていうバックスイングにして、そこからフィニッシュまで、スピードは好きなスピード。で、めちゃくちゃ張りのある体の使い方をして、ビューンってフィニッシュを取るようにしたの。ビューンでも、ビューンでもなくて、ビューンにしたの。めちゃくちゃヘッドスピード上がった。嘘うん。 ふわってて上上げるるのにスピード上がるんだでもそれなんかスピード変わっちゃったらさ弊害<あ>ってないの,その今までのスピードと違ったりさ<あ>当たんなくなるとかさ、うん、なんかこうコントロールが効かなくなるとかさ俺はインパクトゼロを小学生からやり続けてきたそれが生きたいつでもでもきんだ、ね、そう<あ>要はそんだけスピード上がったって言っても多分ヘッドスピード2ぐらい上がったのよそうたたった2なのに 体感的にはもう相当上がってる感じなのよ。早いから。今まで振ったことないスピードだから。で、初速も早い。ってことは遠心力が相当負荷がかかるじゃないでも、インパクトゼロを30年間やってきたから遅れない。<laughs> やってきてよかったって初めて30年後に今思った。そこだよね。<laughs> か言葉で知ってなかったからね。そう、そう。 遅れないようにっていう体の反応でやってただけだから。そうだ。うん。それを自覚したのはね。そう。動画始めてから。そう。昨日。<laughs> 昨日。<laughs> <laughs> 昨日。うん。これはね、本当に、どんな内容のことをトールくんからお題として振られても、動画の中に絶対これは言おうと思って今日決めてたの。へー。そう。ワンナップゴルフのおかげで、 ゴルフが、レベルが上がった気がする。これは <laughs>、自己アピールでも何でもない。別にカットしてくれてもいいぐらい。あの分かっったたたよあの見たら上手くなっんだけど <laughs> そう。いいでしょ俺がやってるチャンネル。<laughs> そう。ういい, <laughs> い,いもうね、本当にトールくんの編集してる動画見た方がいい。<laughs> 本気で思ったもん。えぇ、ー、すげえ面白い。あれは嫌いじゃなくていいの、別に。 内容がね、そう。本当に。嫌いじゃなかったら問題になんない。あ、そっか。面白い。これね、本当打ち合わせなしで撮ってるから、俺も今初めて聞いたから。そう。台本とかないからね。間違いない。そう。そう。面白い。そう。だから、でも、その、本気で良かったと思うのは、そのインパクトゼロと腕打ち、手打ちをやってて、本当に良かったなと思う。それは、瞬時に対応ができるから。 スピードがピュッてそんだけ急な短期間で上がったとしても動揺しないの。ちゃんとした反応が結果としてすぐ得られたのはボディーターンしてないからだと。だってしたら体も変えなきゃいけない。各パーツを変えなきゃいけない。そ,そんなことしなくてよかった。それはでかい。ただそのボディーターンしないって言うてやっぱまた皆さん勘違いしちゃうんでけど、あうん、腕打ちをして腕を振って体はでも回ってくるよね。うん、そう。それだけでいいってことだよ、ね、そう、それだけでいい。そう,そ,うそ,うそう、そう、そう、そう。 で、平井が、このボディーターンとか体を回すっていうのの、あまり良くないですよって言ってる部分は、メインは腰ね。うん、ああ、腰切り。だから、肩なり胸なり、肩に近い、腕がついてる部分に近いところをすんなり回してあげられれば、腕も遅れないですよって。スピードは速くなったね。でもそれはあれだね。そしたら、打ったらいつもより衝撃が来るから、ゃ、うんと押せないと。そう、そう。キラリになっちゃう,そう,そう。そう、キラリになる。 押せないし、そう、本当に当たり負けよね。だから、普段からグリップを多少強くしててよかったって思う。うん、だから、動画すべて繋がるけど、結果もすべて繋がるようになってる。ワンナップグルフは。<laughs> そ,そう,、ね、そ,うそう、そのためにやってきたっていう。皆さん、その、じゃあ、ぐるぐる円になってる。うん。どこで気づくかだ、ね、あ,あ、そうだね。人それぞれ違うからさ。うん。そう、何周回るかもね、うん、人それぞれ違うだろうし。 何週か回ってまたねバックスイング浅くっていうのになったもんねそうだね30年経ってだから何週何十週ってしてるよねやってる内容は変わらないんだけどやってる内容を違う方向から見たというか意識を変えてよくなったっていう感じだねよりその丁寧にそれをやってみたというかそうそかちゃんと腕で打ったちゃんと自分の平井の使い方をちゃんと丁寧にやったっていう感じだよね 新しいことやるんじゃなくて、今まで言ってることをより磨くという、うんことによって、例えばインパクトゼロも1レベル上がるかもしれないし、手打ちも1レベル上がって、バックスイングもまた1個良くなって、全部がこう、レベルアップすると、また1個上のレベルに上がれるのね。一機じゃないんだよね。全部一緒に上がるんじゃないの ピッピッって上げていかないといけないんだよね。本当に。そう。そうなの。そうだよね。そう。だから、磨きゃいいってもんでもないし、そう,ね、そう、ちゃんと、ちゃんと丁寧にこう、すべてを磨けないと、うまいワンラップになれないんだよね。しつこいけど、一番変わったところっていうのは、もちろんその、聞いてる、今話だと、スピードが変わって飛距離が伸びたって思いがちなんだけど、平井の中で一番変わったところって、 フィニッシュへのインパクト後の左の股関節の入り方が相当変わった。めちゃくちゃハマるようになった。だから、インパクトがブレなくなって、強く押せるようになって、フィニッシュで止まれるようになった。ビタ止まり。それが一番でかいって俺は思ってる。だから多分満足感が高いんだと思う。要はヘッドスピードとかはもちろん嬉しいんだけど、7割ぐらいでも全然満足しちゃうんだけど、フィニッシュの左股関節の入り方って、 もう90以上じゃないと満足できないんだよね。フィニッシュだからもう、それがストレスなく決まるようになったのが相当嬉しいの。そう、収まり方ね。うん、そこが、そのバックスイングを変えただけで、全然違うんだなと思って。それ、さっきの話じゃないけど、動ける範囲とこのアークが一緒だから、結局バックスイングにこう比率が傾くと、こっちの比率がないじゃない。フォローの。 そう。だからこっちを収まりたいんだったら、こっちを浅くすれば、こっちの比率が勝つでしょ。そう,そう。それをやったっていうだけ。そう。それをワンナップゴルフの動画で勉強でした。見たの。<laughs> そう。本当笑っちゃう話なんだけど、改めてってこういうことなんだなと思って。そう。だから、人に教えられるようになると自分が上達するとかってよく言うじゃない。うそ,ういうそう。そ,ううそれだな、まさにそれだなと思って。そう,ね、そう。 その、一人でも悩んでる方の、その、お悩みを解決しようと思って撮った動画が、自分のためになっちゃったっていう、うん、<laughs> 感じだよね。自分で最後動そう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 。そう。そう、申し訳ない。そう、そう。絶対来た方がいいね。いや、いい。で、ごめんね。また話、うん、あれだけど、うんと、この間水曜日来られた、あ、違う。日曜日来られたお客様が、うん 二三ヶ月ぶりぐらいに来ていただいて、その間連絡もなかったから、うまくなったのか、他のレッスンに行ったのか、どうなっちゃったんだろうなっていうのはあったんだけど、連絡来てまた予約を取っていただいてしたら、ずーっとこれやってくださいって言ったことをやっててくださった。そりゃその日曜日のレッスンでバーンって跳ね上がるよねっていうぐらい伸びちゃった。嘘 <laughs> これは、まあ、ご本人のあれもあるけどやばいやばいやばいちょっと見たことないぐらい伸びてることええー、こういう伸び方するんだっていうぐらいロイター版使っちゃったんじゃないのっつうぐらいそんなにあ、ジャンプアップだよねワそうだ一じゃないジャンプアップゴルフルフだシシうん いや、俺、俺がびっくりした。ちょっと内容を話していい。今までやってたことっていうのは、もう動画で言ってること以外は一言も言ってるようになかったの。それで、基礎という基礎を固めてもらったの。これをやってくれたら、良くなりますから、これは基礎なんで、やっといてくださいって言ったら、本当にやっててくださって、したらもう準備は整ったじゃない。したらもう、その方のオリジナルのスイング、ていうかワンナップゴルフも関係ないから、 開いて、お客様だから。うん、だから、その方の動き方、力感、クラブの、この、何、まあ、動かし方だよね。を見て、ぴったり合うものを提供したら、バーンつって。そう、だから、ワンナップゴルフの動画は関係ないから。その方のためだけのレッスンだから。そしたら、もう、やってることは、ワンナップゴルフで多分言ったら、え、全然違うじゃんみたいな。 ふうになるかもしれないし、<laughs> あ<ー>まあそれはね見る人側だけど、いや、全然違うと思って。やっぱり基礎って大事だなって改めて思ったね。こない間ずっとやってたんだ。やっててくださった。びっくりした、失礼だけどね。びっくりしたし、ありがたかったし、だからすごいレッスンがしやすかった。あれ全部準備しといてくださいねっていうのが全部準備してくれてたから。だから何撮って何やってって言ってもすぐ出るじゃない。うん。それがもう、ありがたかった。したらもう、 変な話、その方のストレスない動きを取り付けてあげるだけだから、うん、その中にも世間一般ではやっちゃいけないってことをバンバン入れたしね、全然入れるし、うん、クラブめちゃくちゃ動いてるし、めちゃくちゃ綺麗な腕打ちだし、うん、かといって体がちゃんとブワーンって回れてるし、うん、もう、まあいいとこ尽くしっていうかう、ねうん、打った瞬間に本人が笑ってんだから。<laughs> なんでみたいな。っ笑っちゃう。笑っちゃう。もうやめましょうって。もうまた戻りましょうって基本にっつって。うん、だそういう、まあ繰り返しをして、2時間受けていただいたんだけど。じゃ次来た時にも基礎を直実にやってたら、またさらに上がるわけだ。うん、そう、だから、次回、例えば来てくださった時の最初の20分、30分は、またその期間、 基礎をちゃんとできてたたかかかどうののチェックから残りの1時間半はまた応用だよね余計なことをやらなかったっていうのは大きいかもしれないね。その方が。自分で。変な意味じゃなく言われたことだけやってていただいたから。うん、それが多分一番でかいと思う。その間ワンナップゴルフも見てないって言うんだから。<あ>すごくないすごい。ねい見なくて素敵だよね<ー>、うん。それが、まあ全ていいってわけじゃないけど、でもすごいじゃない気になって、 たりさするんじゃない、ね、動画とかさ、<ー>やりたいことが増えてきたりさ。そう,ね、そう。ご本人も忙しくて、2、3ヶ月間は来れなかったっていうのもあるらしいんだけど、でも、うん、行けるときに、ちゃんとその基礎をやっていただいてっていう。うん。それは、すごいなぁと思って。なかなかできることじゃないし、つまんないのよ、やっぱり基礎って。う,ね、うん。でも、それなりに、どでかいものがあるから、手打ち、手首打ちから話は膨らんじゃったけど、 まあでもそういうその勘違いからゴルフが崩れちゃったりその勘違いから毛嫌いをしてやらなかったりとかっていう動きってゴルフって結構あるんだよねだからとりあえずダメって分かってても確認のためにやってみるとかも大事だしダメな本当のこう理由というかなんでそうなるからダメなんだっていうのを知るだけでも全然いやそれだったらやってみる価値あるかもってなるかもしれないだから やらないで、それを忘れるとかやらないんじゃなくて、一旦やってみて、やっぱりダメだなでもう、ほんときっぱりやめるぐらいの方がいい時もあるよね。うん、手打ちがダメって言われてる手打ちは、手首打ちってことだね。そうだね。うん。手首だけで、腕、肩、上半身動かさないで、こうやって打っちゃうのは良くないですよ、ということです。はい。ちゃんと腕を、腕の動きを使って、その、 腕の動きに対して上半身がこういうふうにこう回転を少し加えてあげれる分には全然腰をガッて切らなくても全然いい球は出ますよっていう動画です。はい。<laughs> 気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。 この度ワンンンンップゴルフのオンラインサロンを始めましたセクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますのでぜひ興味ある方は入会していただいてですね「知ってるあれ」っていうネタをです、ね、コンペとかで言っていただければと思いますのでぜひご入会よろしくお願いいたします。